ウジェーヌ・フレデリク・ヤンソンは、スウェーデンの画家、ストックホルム出身。青色を基調とする絵を得意とする。1904年から彼は、男性のヌードをよく描いたとされる。ヤンソンの両親は、海中流の社会階級において二人の息子と彼の弟エイドリアンのために、音楽や芸術などを意欲的に取り組んでいったとされる。ウジェーヌは、ストックホルムのドイツ語学校に通いながらもピアノを、 習っていた。14歳の時に、症候熱にかかり、視力と聴力の低下や慢性腎臓などを引き起こし、余生も彼を苦しめた。トナイスカスコランで学び、私立のペルセウスの美術学校で学び、1881年にスウェーデン王立美術院に入学した。多くの同時代の芸術家は、パリに留学したが、ヤンソンは、ストックホルムに泊まった。ヤンソンが、 国外に出るのは画家としての地位が確立された後の1900年にノルウェーへ旅するのが最初である。ストックホルムの街の南側地域のスダーマルムに母親と弟と住み続け、ストックホルムの街の風景を描いた。1904年頃まで風景画を描いていたが、新しい題材を求め、1912年、ストックホルムオリンピックの開催によって、米ーで盛り上がった。 運動選手たちへの熱狂を受けて、男性のヌードを、新しい題材に選んだ。著述家のチャールズ・スプローソンは、著書一比ネイマ・ディッヒ・アウフ・メーネン・ルーキン、バーマル・ディッヒ・デモ・ゼアン、ダイクルトゥア・ガシシタ・デシュイモンズの中で、男性の体の美しさや鍛えられた動きの、美しさを表現したと評した。ありがとうございます。